Spinner. J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年12月4日放送。ゲストは評論家の山田五郎さん。現在の活動のルーツとなったオーストリア・ザルツブルクへの留学体験、さらにヨーロッパ中の美術館を巡ったエピソードなど伺いました。五郎さんにとっての、この海外の旅っていうか、いろんな旅をされてきてると思うんですが、まずその始まりっていうか、一番初めの旅っていうのはどんなことだったんですか？あれ、僕はもうその旅らしい旅って言ったら、あの大学時代にオーストリアのザルツブルクに行った時ですね、その前後を含めてが最初ですね、はい、これは何故ザルツだったわけですか？これはですね、僕上智大学の新聞学科っていうところにいたんですけども、たまたま一般教養の前でバロックの芸術っていう輪行があったんですよ、で美術の先生とか音楽の先生とかいろんな人が、でその時に美術史って面白そうだっていうことで気がついて、だけど上智大学美術史の学科がなかったんですね、多分今もないと思うんですけども、だけれども新聞学科の先生って、東大の新聞学研究所から来た人が結構いて、大概美学が専攻なんですよ。で僕のゼミの先生も美学が専攻で、でいや俺ね美術史に興味持っちゃったんでね、大学変わろうかと思うんですけどって言ったら、いやお前語学できんだからね、だったら留学したらどうだって先生言われて、でちょうどそのザルツブルクにね、サウンドオブミュージックって映画あるでしょ、はい、あれアメリカの映画ですよね、はい、でもあのまさしくオーストリアが、ああそうだ、もう博士さんご存知なんかかもしれないですけど、あのトラップ大佐の家ってアメリカの持ち物なんですよ、あそこにあるけどね、はい、あそこにあるけど、ね、だからあそこであるんです。であれがザルツブルクカレッジって確かね、イリノイ州立大学かなんかの、要するにサマーセミナーハウスになってる、なるほど、うん、教員で、そこで外国人向けの、そのドイツ語の講座だとか、外国人向けのオーストリア文学の講座とかって、そこに行くと日本大学と同じ単位が取れるんですよ。なるほど。でドイツ語の大学行ってもあの使える単位くれない。そっか。そこに行けばお前留年しなくて、なるほど、卒業できるぞって話になって、なるほど、それ、もっと言うと上司とは提携したりするわけだ、提携がある、それで、で僕カトリックだったんで、ドイツ語圏の大学ってカトリック学生会の寮があるんですよね、それでそこ寮入れますかみたいな聞いたら、入れるどころかね、新築したばっかりだみたいなそれで行ったんですよ。じゃあそれはもう留学という形ですよね。そうですね。でもそれに先だって、あの私いとこがオランダ人と結婚してオランダにずっと住んでたんで、まあ最初にその大学始まる前のもう夏休みの頃から行って、そこのまあオランダでいろいろ美術館行ってたりしたのが最初でしたけどね。でザルツ行きました。それ何年間だったんですか？いやもう1年だけだったんですよ、はい、で帰ってきちゃったんですよ。でそれはやっぱり向こうの先生に、いやこうなんか一般教養みたいなね、普通の美術史とかやったってね、そんなの日本でもできるぞと、で来るんだったら、やっぱりどの先生の、まあ、何を研究したいかっていうのがあって、それならこの大学のこの先生だっていうのがあってね、そもそも学問ってそういうもんですよね、だけどまあ我々日本にそういう意識は低いじゃないですか、まあ、それはもっともだなって。だったらもうね、まあ、大学なんかね来てる場合じゃねえぞと、美術史やりたいんだったらとにかく現物見ろって言われて、でもう暇さえあれば美術館回れって言われて回って、でまたあのそれでね、向こうの大学出てからね、いいんでね、どこなりザルツなりミュンヘンなりロンドンなりに来りゃいいじゃないかと言われて、分かりましたって言って、じゃあ1年間いろんなもん見て帰ってもう一回出直しますって言って、でもよ、まあ、ザルツにいれば、まあ、ちょっと片田舎っちゃ片田舎でしょうけど、片田舎ですよでしょうけど、ご存知の通り今よりも片田舎ですよ、う、ね、もうモーツァルトのチョコレートしか売るもんないもんな、はい、もう本当にねびっくりしましたよ、僕は行った時に。そうですね、まあまあ名前有名じゃないですか。そうなんです、まあね、モーツァルトがあったり、ねだのねまあ、山があってサイクリングの人がいっぱいいたりとかそういうことだもんね。まあまあ有名だし、そうだけど一応人口が、当時で3、40万いたんですよ、はい、
だこれかって思いましたもん。街、ね、もう終わっちゃじゃんじゃんみたいな。そうですよね。なんか松本市とか諏訪市とかそんな感じですよね。いやなんかイメージはね。松本諏訪の方が全然都会ですよ。そうだね、はい、いや本当そんな感じですもんね、はい、いや僕もまだバンド時代ですから、あれ何年だろうな、1993年とか4年かな、はい、実はライブ版を1枚だけ出してるんですけど、はい、それはライブインザルツブルグって言って、あそうでした、ザルツでライブやってるんですよね、はい、ソニーだったんですか、エピックですね。あでソニーが工場があるんです、あるからでしょ、あるんですよ、ね、あれ大川さんの関係、大川さんの、そうなんですよ、あれねなかったんですよ俺たちの頃、あそう、あれちょっとした事件だったらしいですよ。そうなんですよね、大川さんとカラヤンが仲良かったんですよ ね、まあ、サントリーホール作ったのも同じです、はいはいはい、全部そうなんですよ、あれのおかげでなんかザルツに日本食屋ができたって言って友達が騒いでました。それまでもう日本食屋が池もなくて、で中華屋も変なのがしかなくて、ね、はい、あのベトナムの人がやってる中華屋に春巻き頼んだら中からハンバーグ出てきた。すっごいでっかい春巻き、見たことないような春巻き出てきて、僕すごく覚えてますね。でご飯頼んだらあの韓国で使うステンレス の、あのお椀に入ってるご飯が出てきてね、はいはい、そうですか。でザルツに行かれて、その後っていうのはどういう旅をされました？ヨーロッパ中じゃいろいろ。ヨーロッパ中、はい、あのインターレールパスとかであれして、うん、まあ、回れるとか回りましたね。当然パリにも行き、はい、まあ、美術館ばっかり行ってたんですけど、うん、はい、まあ、イタリアにはもう何度もそんなこともあります、うん、そうですね。今ではありえない経験としては、当時は西東があったんですよ、はい、西東って、あの要するに共産圏があったんですよ。なるほどね、はい、でオーストリアは割に囲まれてるんですよ。 その通り、はい、その通りですね。 でも電車は、うん、つながってますね、つながってるんですよ、はい、でイタリアとかから帰ってくると、俺よく寝るんで寝過ごしちゃったりなんかして、いつの間にか東ドイツに入っちゃってたりっていうのが結構よくあって、でそうするとやっぱりもうあの機関銃持ったやつに、そう、ね、起こされるんで、ああいう時はね、あこれここで俺どうにかなってもう全然分かんないんだろうなと思って。そうでしょうね、はい、いや僕の一番初めての海外旅行っていうのは17歳なんですけど、はい、何しに行ったかっていうと、ユーゴスラビアの国際音楽祭に演奏しに行ったんですよ、はい、ソリストとして、はいはいはい、でこれは単純に大阪でオーディションを受けて、うん、でそれで通って奨学金をもらって行かせていただいたんですが、うんうんうん、でそのユーゴスラビアで本番があるんですが、うん、その前1週間ぐらいはイタリーをずっと旅させてくれる。あいいですね。でその今度ユーゴ終わった後はウィーンに行って、うん、また 2,3 日いて帰ってくるっていう2週間ぐらいだった、うんうんうん、なので大阪と京都としか知らない僕が初めて降り立ったところがベネツィアだったんですよ、うんうん、すごい。でベネツィアからずっとベローナ行ってトリエステ行って、うん、っていう風にしてずっと、まあ、オペラ見たり、はいはい、それこそベローナでアイーダあのコロッセオで見たりしてですよ、すごい17歳が、うんうん、なんじゃこらって思うじゃないですか、うん、はいはいはい、でそのままユーゴスラビアにバスで入ったんですけど、うん、その途端だから全ての景色が変わるんですよね、うん、そのイタリーだったものが社会主義のこうユーゴスラビアにかってか、はいはい、一番印象的だったのがオレンジジュースの味が全く変わりましたね。フレッシュで 100% だったのが、うん、要するにこう薄い甘くないっていうんですか、合成の粉末の粉末みたいな、はい、それが朝出てくるようになって、はい、パンが全く変わって、はい、食事が全く変わりましたね。わかります、びっくりした、はい、これがなんかその世界の地図なんだなって思って、はい、あの僕はもう成人してだからタバコが変わるんですよ。あやっぱりタバコもうまくなかったですよ。そうだよね、東側のタバコは。そうだよね。その時に、うん、ドレスデンまで行っちゃったことあるんですよ。でもう言われて、いや俺オーストリアにいるから、ね、もう分かったって、本当はビザないと入れないんだぞとか言われて、ね、まあ、次の電車で帰れって言われて言われたんだけど、うん、あの1時間2時間あったんですよ、はい、でちょっとドレスで見ても行こうと、うん、まだあの爆撃されて、まあ、聖母教会とかまだ結構崩れたまんま、うんうん、なるほど、で東ドイツの団地みたいなのばっかり建ってて、うんうん、どここれもうセンティニュータウンかよみたいな、そういうことだ、感じそういうことだね、うんうん、それが何年か前かに行ったら、はい、全部治ってて、すげえなって思いましたけどね。ね、いや、うん、
あれだけ壊れてたのを全部元通りに直したんだっていう、はいはい、教会やなんかね。そうですね。で美術館とかもちゃんとなってました。前はもっとなんか変なって言ったら怒られるんですけど、はい、労働者絵画みたいなのが結構あったんですけど、普通の美術館になってましたね。やっぱヨーロッパの美術館はまず数が半端ないですもんね。半端ないです。で今みたいに混んでなかったですか、良かったですよ。今もうものすごい混み方してるじゃないですか。世界中そうだもんね。世界中そう。ルーブルでもどこでも、オルセーで、オルセーまだなかったけど、当時の印象派美術館とかでも平日なんか行ったら俺しかいないぐらいの状態が本当によくありましたから、はい、良かったですよ。で毎日毎日行ってると、なんか毎日来る変な日本人がいるって言って、学芸員さんとか構ってくれたし、良、かったですよ。どこが一番思い出に残ってらっしゃいますか。いくつかありますけど、はい、まあ、最初先ほど申し上げたように僕いとこがオランダに住んでるので、オランダのライクスムセウム、アムステルダム国立美術館ですね、はい、ここがフェルメールとか、あれフェルメールっていうの日本人だけなんですけど、ね、普通はレンブラントって言うんですね。そこ言う時ね、あそこが最初に行った一番大きな美術館なんですよ、はい、そしたら印象に残ったことで言いますとね、版画や素描の部屋があるんですけども、図書館の図書カードみたいなやつで作品をこう検索できるんですよ。でそうすると出してくるっていうシステムになって、なるほど。で僕それこそ今言ったそのレンブラントの素描でいくつか見たいやつが、はい、申請するわけですね。申請、そしたら裸で出てきたんですよ。それがね、と思って、そうね、と思って、我々の常識から言うとびっくりしちゃうよね。こんなトレーみたいのに裸で乗って、どうすんのこれと思って、ですんげこれいいんですかみたいなことで、いやだってお前申請しただろうみたいなこと言って、はい、いやこうやってこれ一応ペンで書いてますよと、水性の陰気ですよ、陰気ですよと、俺が例えばくしゃみとかしたらこれどうなりますかねみたいな、くしゃみしないでくれとか言われちゃって、で本当に言われたのが、はい、いやだってねこれはね俺たちは市民の財産預かってるんだと、はい、でその市民がね、俺市民じゃねえのになと思ったんだけど、はいはい、見せてくれって言われたら出すの当たり前だろうと、銀行が預けた金出してくれって言ったら出すだろう、そう言われたんですよ、違うなと思って、そのやっぱり意識がね、はい、もう根本的に考え方が違うものなんですよね。はい、僕、はい、こっちの大学で学芸員課程っていうのを取ってまして、はい、でその時に、まあ、ある博物館の人に言われたんですけども、はい、これもすごく印象に残ってて今だに忘れられないですけど、博物館は見せるとこじゃありませんって言われたんですよ。で、と思って、じゃあ何するところなんですかって言ったら、保存研究する場所ですって言われて、やっぱ違いますよね、全然ね。やっぱりこう市民革命とかで勝ち取ったそうなんです、ね、ものとさ、そうですよ、ね、お上から与えられた教養とで違うんですよ。そうなんですよね、うん、我々はだからそこを変えていくべきなのか、いやこのままのほほんとかいいのかとかっていうのはどう思われます、正直なところ。いや僕はそこら辺を変えていいんじゃないかと思いますけどね、でだいぶ変わってきましたよ、一時期よりも、やっぱり見せるっていうことを、博物館とかも美術館とかも考えるようにはなってきてると思うんですけど、やっぱりまだまだこう見せたくない主義が強いのはおかしいんじゃないかなって思ってますね、それが一つですね。それからこれはロンドンのナショナルギャラリーなんですけども、当時のナショナルギャラリー地下に、ナショナルギャラリーが今までに捕まされた贋作のコーナーっていうのがあって贋作って言ってもいろいろなんですけど、はい、丸切りの贋作だったり、本人作だと思ったけど工房作だったよとか、はい、別人だったよとかいろいろ、でそれをちゃんと何年何月に何ポンドで購入して、その後こういう理由でこれは工房作と分かったとか、ものすごく詳しい説が書いてあるんですよ、でめちゃくちゃ勉強になったんですよ、それ。なるほど。生地の新作見るよりも全然勉強になるんですよ、なるほどね。それで毎日毎日そこ行ってたら、
学芸員の人が出てきて、なんお前か毎日来てる日本人はって、何がそんな面白いんだって言うから、いやこれ勉強になるじゃないですかって言って、うん、あ、なんだってお前美術史とかやってたかって言ったら、もっとあるぞって言われて持ってるよね、あそこはね、何でもあるんだもんね、まあ、いろいろ見せて説明してくれたり、それすごい勉強で、それもやっぱり日本の公立の美術館博物館にありえないんですよ。そうでしょうね、日本の美術館でもし買ったものが新作じゃなかったとか分かったら、はい、なかったことにしちゃうんですよ、隠しますよね、隠蔽しますよね、はいはい。まあ、そこはでもなんか英国のなんか土壌っていうか、気概というか、まあ気質でしょうね、うん、それが何が悪いんだって話ですもんね。何が悪いんだっていう話なんですよ、本当にそれしょうがないことなんですよ、ね、うん、でもなんかやっぱり我が国の場合そこすごくうるさいんですよ。そうですね、で偉い先生が言ったから新作だと、もうそれで何も疑わなくて、うん、で違うってなったら、うん、あの先生やっぱりインチキだって言って、うんうん、責めるっていうだから国からか お上からかなんかもらってっしょみたいな、うん、そういう目になっちゃうね、判断人任せな、なるほど、そうですね、でもその判断これ本当かな嘘かなみたいなことも含めながら、みんなで一緒に、そうそう、みんなで一緒で議論していくっていうのが、まあ、楽しくもあるわけじゃないですか。そうだね。でもさっき多分根本のその考え哲学というか原理として、やっぱりその、まあ、戦争で勝ち取ってだってね、大英博物館だってさ、ナショナルギャラリーだって世界中で勝ち取ってきた、そうですよ、取ってきたもんだからね、あれ、はい、よく全てその頃のあの学芸員ジョークでね、大英博物館世界の泥棒倉庫だってそうですよね、言うとね、イギリス人がね、うん、だってあのギリシャ人とかイタリア人に任せといたら全部ダメにしちゃうからね俺たちが保管してやってるんだっていうっていうジョークがあったんだけど、僕学生の頃はそれ一理あると思いましたよ。やっぱドイツ、オランダ、イギリスの美術館博物館とかがぜんいいんですよ。で特にイギリスはやっぱ自分とこにないから、なかったから、古典の美術が、ね、その分、うん、あの保存だとか研究だとかがすごい進んでたんですよ、うんうん、でそれと比べてイタリアはとかはもう野放し上でこうびっくりするぐらい雑な、逆に言うとだってローマ歩いてたこれ全部2000年前の壁かと思うって、もみんな普通にそこでさガーッてデートしてるわけじゃないですか、はい、これそのものが美術館でしょって思うものね。俺この話もよくしてるんですけども、ええ、ローマにいた時にね、なんかねサッカーの試合かなんかあって、もう夜中えらいことになってた時あったんですよでその時に酔っ払いがあのベルニーニの、まあ、彫刻があちこちあるじゃないですか、はい、ありますよね、あそことかでタッチションしてたんですよで俺さすがにこれはいかんのじゃないかって思ってで、もうそれ英語しかできなかったから、アメリカ英語できなかったから、英語でそういうことしてるからね、イギリス人にイタリア人に美術任せられないって言われるんだぞって言ったら、その酔っ払い英語分かっちゃって、イギリス人はね作れねえからそんなこと言うんだって言って、俺たちこんなのいつでもそうか壊れたらまた作りゃいいんだよ、いいか、たかだか2000年前のオペやりゃいいって言われたのよ、うん、おいで俺それすただまあ酔っ払いのさただのたわいもない、いやいやでもすごい考えちゃって、権利でかもしれませんね、なんか根本的なね、人の暮らしとしてどちらが豊かなんだろう、そうなんですよね、そうなんですよ、御所を大事にガラスの向こうに囲って教養として見るのとね、はい、日常の中でね、うん、普通にこう使い捨てていくぐらいの感じと、うん、どちらが人の暮らしとして豊かだろうと思ったら、うん、イタリアだなと思っちゃって、うん、結構でそれがなんか自分の人生の中ですごい大きな気づきだったですよ、ね、いや、うん、初めに僕が言ったそのベローナでアイーダを見た時に、うん、まあ、僕にとっては17歳、うん、初体験、うん、で9時からですよね、うん、で12時までかかるんですよね、うん、とにかく僕は外野席甲子園でいうところのね、うん、で700円500円だからそんなの席ですよ、うんうん、いやその時に隣にいたイタリアのもう地元のおっさんが、まあ、60、70のおっさんでした。ずっと飲みながら、まあ、僕に話しかけてくるんですよ、お前どっから来たんだと、何でも日本人がこの間見てんだと、今いくつなんだとか、ね、何にも分かんないけどずっと喋ってくる、あおスイ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 とか言ってんだけど、こっちはだって初めてその、ね、間見れると思ってんのにずっ
っと喋ってんの歌ってる間ですよ、お芝居の間ですよ。ところがね、自分がなんかひいきのソプラーノがいるんです、うんうん、その人の歌になった瞬間黙って聞いて、ああとか自分一緒に、ああもうめとか言って、で終わった瞬間にボロボロ泣いてるの、うん、それでまた終わったらまた、はい飲むかっつって、もうあのねこういうものなのかと思ってなって、うんうん、すっごい17の時に僕はカルチャーショック受けたんですよ。はい、これはこの人たちってものだなって思って。もう私のローマンの立ちよ親父のショックと同じですよ、うん、同じこねカルチャーショックですね、うん、これはかなわねえ、これはかなわねえなって僕も思って、だからその純粋なクラシックのバイオリン弾きになるのやめたのでも本当本当にいや分かりますよ、うん、はい、これじゃいかん、これは食っていけないなと思ってましたね。五郎さんの本機械式時計大全、はい、面白いですね。 ありがとうございます。うわしかし時計好きな人にとってはもうなんかもう全てのことが全部わかる本になりましたね。いやまず全部はわかんないですけど、これどれくらいかかったんですか、書かれるのに。全部作業を含めると1年以上かかってますね。大変なことになってます、コロナ禍の副産物ですよ。コロナ禍でなければ書けなかったっていう。でもこの時計について書こうとは思ってらっしゃったんですか。これを書けという話は講談社の担当の原田さんから前からいただいてたんですよ。そういうことですか、はい、だけどもやりだしたらもうえらいことになるからね、うん、って言ってずる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 引き伸ばしてたんですけど、はい、コロナ禍で仕事がなくなってもう言い訳ができ、うん、忙しくないだろうっていうこと書けるだろうっていうことなんで歴史も紐解き、そしてそのまあ構造についてもそうでしょうし、はい、まあ、歴史のやつだけにしてほしかったですね。そしたら僕はそこが割と守備範囲だから、うんうん、そこだけだったら大して苦労なく書けたんですけど、うん、この機械だからと思って、はい、構造をね、うん、もう多くの人は機械式と交通式の違いっていうところから話し始めなきゃいけないんですよ。そうですね、でじゃあ機械式の中でね、まあ、クロノグラフっていうストップウォッチみたいなのがあったりね、はい、リピーターっていう音が鳴るやつがあったりとかね、うん、なんだけど、だそれが一体どういうふうに動いてるのかっていうのが分かった方が面白いだろうっていうのがあって、でこれがやっぱもう大失敗なんですでどうして俺がそれをね書こうかと思ったかっていうと、はい、その今までもそれを説明しているような本とか、まあ、あるんだけど、うん、読んでも絶対分かんないんですよ、うんうん、だからもうちょっと分かるように書けないもんだろうかと思ってたから、うん、この機会にそれちょっとやったらやんないかと思ったんですけど、はい、書けないんですよ。分かるように書けないっていうことが分かりましたよかなりやっぱり専門的なことになってっていうかね、なんつうか目で見れば一発で分かるんですよ、うん、あここがこういうふうに動いてるんだって。それを文章で書くのってね、そうか、歯車一つ一つがこっちが縦、こっちが横、こっちがこうなってて、この大きさがこうなってるからって、ここの振り子がこうなってって話になっちゃうもんね。なっちゃうんですよ。だから思ったんですけど、分かりやすく書くと、うん、あの特許の申請書みたいになるの。歯車 A にはそういうことですよね。歯車 A には歯 B、 B がこう何回転で何回歯車 A の歯 B が歯車 C の歯 A に接した時みたいな、そういうことですよね。そう、そういうことになるんですよ。うわこらあかんと思って、でまあそこはね一番しんどかったですね。でもね僕これ1ヶ月ぐらい前にいただいたんですよ、はい、で旅ちょうど今ツアー中だったからずっと夜な夜な読んでたんですけど、はい、もう寝るにはいい本だそれは正直本当そう思う。それでもその、はい、要するに歴史だったり、はい、それとやっぱり僕なんかも大体ほら逆に言うとね、時計好きに入ってる人たちはさ、デザインだったり、はい、それとこそファッション誌で見てさ、はい、トゥールビヨンってなんじゃらほいっていうところでストップして、はいはい、あ、くるくる動いてるのが上から見えるのよ、はい、へーモテるってそこで終わっちゃうじゃないですか、はい、でもそのトゥールビヨンってなんじゃらほいなんじゃらほいの、これは読んでて夢があるね、はいはい、本当は大していらないんですよって大してね、はい、大して必要ないいやそうだけど、まあ、なんかその時計を作ってる人たちの心を分かった人が書いた本じゃないですか、はいはい、そこがいいね。 ありがとうございます。さてとあのこの番組
もう21年かしらになってるんですけど、はい、毎回ゲストの方に必ず伺ってるのが、はい、五郎さんにとっての旅って一体何ですかということです。で旅、どうなん、僕にとってはね、うん、まあ、孤独っていうか自分と向き合うことですね、うん、見知らぬものに触れ、初めて会う人に会ってっていうこともあるんですけども、それ以上にそのことによって結局自分を見つめ直すっていうか、ことの意味の方が大きいようには自分は思ってます。ありがとうございました、はい。